朝から風で寝込んでいた。嫁が珍しく気遣ってくれて。あたしが買い物に行ってくるからというので、不安ながら運転を任せた。車の音がしたので、だるい体にむち打ちつつ、出迎えに行くと、案の定、くきょきょとか言わせながら駐車場に入ってきた。ドアミラーが反対方向に曲がってる。ちょっと待て。俺は車を止めさせた。 よく見ると、車の後部に、何か反転がついている。ぺこっと凹み、塗料がはげて、後半がむき出しになっていた。あたし、知らない。きっと当て逃げされたんだ。というので、だるい体を引きずるように修理工場へ。これ、車のバンパーとか柔らかいものがぶつかった後じゃなく、コンクリに食い込んだ後ですよ。と言われいえへ。 そのことを嫁に告げると、知らない。わからないと泣くのでそれ以上追求できず。しかし12万円の出費。やっと横になると、嫁が夕食の支度を始めた。しばらくして、りゃあ。悲鳴が聞こえたのでキッチンへ行くと、見事に破壊された電子レンジが、胃腸を焼くのに電子レンジへ入れて、 コップを上からかぶせたら爆発したのだそうだ。確かに古い電子レンジだったが、ガラスのターンテーブルが真っ二つに割れて使用不能。これで、追加5万円の出費。俺が風邪をひくと、1日17万円かかるので、これからは体に気をつけようと誓った。後日談。今日、車の修理が終わりました。12万の見積もりでしたが、 なんとか10万8000円で済みました。ボーナス激減の中、多少とも助かりました。